はいどうも、MK2 の松でございます。というわけでね、先日ようやく NGT48 選抜メンバーのねコンサートの詳細が発表になりました。詳細こんな感じになっております。はい、 NGT48 選抜メンバーコンサート、TDC 選抜合宿にて決定、初めての経験というねタイトルですけども、選抜メンバーは安藤千奈さん、そして荻野由香さん、奥間つぐみさん、小前遥さん、加藤ゆりやさん、川越さんやさん、小宮まさらさん、聖司玲奈さん、富永優さん、中江里香さん、奈良美春さん、西方まりなさん、西村奈々子さん、藤崎美優さん、古舘葵さん、そして本間ひなたさんということになっております。そして、高倉萌香さんはね、腰痛の治療のために、辞退と、いうことですけども、もう一人ね、高橋七海さん、こちらショールームイベントのために、合宿を辞退したということでございます。西村奈々子さんはね、舞台本番期間中ということで、合宿の前日にねオーディションを行って選ばれたということになっております。実力で決める合宿だったというふうにメンバーも言っておりましたけども、歌とダンスの審査を受けて決まったということですね。まあこれネモーステレビとかで、放送したりするのかな。まあちょっとね、詳しい合宿の内容っていうのがわからないので、まあ何とも言えないんですけど、まあ合宿ってね、自分の実力をこう見つめ直すっていうのもそうだし、他のメンバーとのこう気持ちとかもね、こう一つにするいいタイミングだったりとか、レベルがね、どれぐらい自分と他のメンバーであるんだろうとかね、そういうのをね、見つめ返せるのが合宿だと思うんで、まあ今の NGT48 にとってはね、ものすごくこう、大きな出来事の一つになったのかなというふうに感じますよね。選ばれた16人はね、選ばれなかったメンバーの思いも背負って、いいステージにしてほしいなというふうに思いますよね。高橋七海さんはね、ショールームのイベントを優先したということですけども、まあこれ西村奈々子さんみたいにこう、事前にオーディションを受けるみたいなことってできなかったのかなっていうふうにはちょっと個人的に思っちゃいましたけど、まあただね、自分の意思で辞退すると決めたのであればね、こう、それはそれでいい決断なのかなというふうに思いますよね。まあこうなるとね、逆にショールームイベントは絶対ランクインさせてあげないとなっていうふうには、ファンからすると思っちゃいますけども、まあね、選ばれたメンバー、選ばれなかったメンバーいるわけですけど、まあそれなりの理由があってね、こう、選抜に選ばれてるっていうのもそうですし、逆に選ばれなかったメンバーも、加藤ちゃんも言ってましたけどね、もっと伸びしろがあるということだと思うんで、次の一歩につなげてね、頑張ってほしいなというふうに思いますね。加藤ちゃんのフォトログ、すごい気持ちがこもってましたけど、まあ、研究生で活動していたからこそ、こう、わかる非選抜の思いだったりとか、選抜に逆に選ばれた覚悟っていうのはね、人一倍すごいのかなというふうに思うので、まあなんかでもそれって加藤ちゃんだけじゃなくて、今の NGT メンバー全員がね、それぞれ強い思いを持って活動してると思うので、まあ今後の NGT48、そういうのが、いい方向に進んでいってくれればいいなというふうに思いますしね。まあ全員選抜でのコンサートではないですけどね、いいコンサートになるんじゃないかなと期待して待ちたいなというふうに思いますね。はい、まあ自分も申し込んだので、まあ当落はね、また追って動画にしようかなというふうに思っております。さあそして NGT48 公式ゲームアプリ NGT48 物語、こちらもね、リリースになりましたけども、自分としてはね、一応リセマラだけやって、ストーリーとかはまだ全然いじってない状態なんですけど、まあ、このね、ゲーム実況みたいなのもね、許可が下りるかどうかっていうところもあると思うんで、まあ、動員していい感じならね、やっていこうかなというふうに思ってるので、その際はね、ぜひそちらも見ていただければなというふうに思います。はい、というわけで今回はね、NGT48 選抜メンバーコンサートの詳細決まったよという動画でございました。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも、マッチでした。